れは。お三方どうしたんです？これはまた珍しい組み合わせですね。おお、ハンネスか。彼らとヒゲについて語り合っていたところじゃ。ヒゲですか？ヒゲはいいぞ、男のロマンじゃ。ええ、立派に生え揃ったヒゲはまさに威厳の象徴とも言えましょうな。何を隠そう、俺もキッズ隊長の威厳ある顔に憧れてヒゲを伸ばし始めたんですよ。そういうもんなんですかね。ところでハンネスさん、あなたもヒゲを生やしてますよね。ああ、確かにそうじゃ。お主の席も用意しようぞ。さあ、早く加わらんか、このヒゲ談義。いや、ちょっと遠慮しておきます。俺はただ手入れがめんどくさくてこうなってるだけなんで。いいヒゲを持っておるのに惜しいの。もっと長く伸ばせばお主にも威厳が出るかもしれんぞ。俺も同じことを考えてました。これを機にヒゲを伸ばしてみたらどうです？ああ、想像してみるといい。長いヒゲを蓄えた自分の威厳ある姿を。おお、お三方ともやけに乗り気ですね。お泊まりづれえな。よう、キース、元気にしてたか？ハンネスか。まあな、お前はどうなんだ？俺もまあまあ元気ってとこだ。にしてもしばらくぶりだな。ハンネス、今日は飲まないのか？以前は会うためにいつも酒を飲んでいたが。おいおい、それは昔の話だろう。俺も変わったんだよ。戦わなきゃならねえからな。そうか。だがハンネス、お前は前線で戦えるのか？駐屯兵団所属では実戦経験は浅いはずだ。巨人を相手に戦うとなれば生きて帰れる保証はないぞ。かもしれねえな。でも俺は逃げねえって決めたんだ。大事なものを今度こそ守るためにも。大事なものか。それよりお前の方こそ大丈夫なのか？前線で戦うの久しぶりなんだろう。そうだな。ああキース、死ぬんじゃねえぞ。お前こそな。私はもう行く。また会おう。ああ、お互い生き延びてまた一緒に酒でも飲みに行こうぜ。